いやでも新年一発目、ゴイさんこれがなんと仕事始めてことで、そう本校が決まる、そんな大きな仕事なの、はい、今日、はい、サプライズとかも用意してるんですよ僕らは。やっぱりサプライズ好きの2人なんで、やっぱ可愛い2人なんで俺が案外ショックなのが、うん、ガブリー明けましておめでとう沖縄、明けましておめでとうございます、おめでとう、無事明けました。1月の今日は8日か。はい。結構太陽出てるから、無理すれば半袖いけるね。いやいや、無理せんくてもいけるわ。余裕。でもほら、ふみたくん長袖じゃん。基本、もうこれでちょうどいいです。ロンティーでちょうどいい。なんで半袖なの？何が？ちょっと半袖では寒いじゃん。いやいや、あってないっすよ、もう。今何度か知ってますか、沖縄。何度？はい。はいはい。ツーツー。はいはい。19度。そうやろ、マジで、はい、だって後ろで日焼けしてる人いるよ、いますね、いますね、いやこで僕はもう半袖ですから、だってお前その半袖の中にライトダウン着てるから、着てるか、えミートテックの、ね、ええてええねん、でもいつもここスタートだけどさ、はい、今日朝日じゃない、はい、朝日だから海がめっちゃ綺麗。え、めっちゃ綺麗。那覇でこのレベルやばくない？あ、もうこのまま回すか、じゃあ。おかしいな。チャンネル名ゴリついてるからな。じゃあもう、お母さんこのまま喋ってください。今入ってないんで。あ、入ってきてる。入ってきてる。なんか、悪者みたいな感じで言うのやめてもらっていいかな？いやでも新年一発目。ゴリさん、これがなんと仕事始めてことだ。そう。あの、いろいろ打ち合わせとかはあったけど。でもそうだね。初めはこれが一発目だね。あ、じゃあ多分一番おもろい動画ってことですね。食べてた分。はい、年末年始お笑い食べてたんですよね。ああ飛行飛行絶対絶対飛行、はい、何すんの今日。今日はちょっといろいろ企画してるんで、うん、北の方に行こうかなと思ってます。その前に一個いいですか。何で、なんかふみたらめっちゃトイレ行くなと思って、うん、で、見たらむっちゃ髪の毛セットしてるんですけど、今日はそれも大事な企画というか、お演者になろうとしてるオタク。今日は大事な、ある意味ゴリさんの今後がある意味決まるかもしれない。今後が決まる、そんな大きな仕事なの、はい、今日、はい、今日は、はい、しかもゴリさんの知らんサプライズとかも用意してるんですよ僕らは。やっぱりサプライズ好きの2人なんで、やっぱ可愛い2人なんで。わかった。何？タージマハルドッキリやるでしょ。いやいや、あの人いいですよもう。あ、そう。まだ今年出てない。タージマハルも跳ねなかったけど、うん、俺が案外ショックなのが、うん、落ち武者がそんなに跳ねないっていう。でも徐々に伸びてます今。なんで俺落ち武者すごい好きなのよ。落ち武者って初速めっちゃ悪いんですよあいつ。ちょっとは伸びてるけど、俺らは落ち武者好きじゃない。はい、で現場でもケタケタ笑いながら楽しくやったじゃん。え、ゴーさんなんで知ってるんですか。だって俺見てるもん。ああ、びっくりした。そしたら全然伸びないね。世間は落ち武者ってなんだこいつなんだ。いやいやいや、そんあれじゃないですか。やっぱもっと体張っていきます。ああ、確かに。落ち武者に求める。落ち武者だけやったらやっぱ弱かった。真冬に落ち武者札幌や。いや、それ1日は撮影できてもさ、うん、その後3日は熱だったら。悔しいわ。俺の好きなキャラクターだからこそ。もう一回、まだ見てない方にちょっと言ってください。まあ、昔やってたワンナイという番組のコントキャラクターで、落ち武者という人がいます。自分がやってきたキャラクターの中でも好きなキャラなので、ぜひともですね、その動画が4本ぐらい上がってるんですが、伸び悩んでます。僕は面白いと思ってるので、もし僕と感性が合う方は気に入ってくれると思いますので、ぜひとも落ち武者見てください。お願いします。そうですね、見ていただきたい。今サムネイルも貼ってます。概要欄にリンクも貼ってるんで、よかったら見てくださいということで、沖縄一発目、うん、しかも快晴だって。正月休みも終わっても、もう朝から駐車場ほぼ埋まってたもんね。そうですね、だ本当に我々沖縄県民からしたら泳ぐところじゃない、はい、泳ぐところじゃないって。泳いでたけど中学校の時とか、はい、バイクとか車持ってないから、はい、でももう移動手段持ったらやっぱり北の方に行くよね、綺麗な方に、うん、でもやっぱすごいね、那覇でこのクオリティって。改めて感動する。めっちゃ綺麗よ。行けます？あ、行けます？その橋泳げます。泳げます？ごめんなさい、じゃ あの携帯とか持ってきますよ。いやいや、ちょいちょい、いやいやいや、うん、皆さん、あの濡れた赤も持ってて、いやいやいや、今なんとなく太陽出てるから、うん、暑いけど、うん、
水に入った瞬間に急に低体温になって寝込む、はい、あまあでも一発目撮影一発目が快晴ということで今回企画も盛りだくさんなのでぜひお楽しみにしていただきたいですね。了解。まあゴジさんにはねあんま半分ぐらいしか言うてないけどめちゃくちゃあるんで今日の一日は長いっすよ。まああの去年もね皆さんにすごく愛されたチャンネルです。2023年のよりねいろんな素敵なスポットであったりだとか美味しい食べ物であったりだとかあとはまたゴリエちゃんも出るでしょうしできればあのおちむしゃもうちょっと愛してくださいお願いしますということで安心や。え一発目いきなり。はい皆さん沖縄出身では。僕だけ沖縄です。あ撮りましょうか。じゃあ僕も、はい、こっち向いてください。このカメラ、はい、はい、チーズ。いやー、はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません。チームどんどんでね。